INZM, No. Underline I, CDTV Live でファン号泣。伝説のハイパーバンドライブを徹底解説。CDTV Live, No. Underline I でファン大興奮。SNS での反応まとめハイパーバンドライブの魅力を徹底解剖。INZM のライブに向けてファンたちが胸を高鳴らせる様子は、SNS の投稿を見ているだけでも感じ取れる。CDTV Live, ライブが始まる前から、彼らの期待感はピークに達しており、まるで自分たちもその瞬間に立ち会う一員であるかのような熱気が広がっているのだ。18時30分の放送開始が近づくにつれて、リアルタイムで視聴できるかどうか不安に思う声や、急いで帰宅しようとする姿も見られる。仕事を終えて駆けつける人々、タワれコから急いで走るファン、そしてすでにテレビの前でしっかりと待機している人々。 みんなのの視線が一つのステージに集中している彼らにとって、INZM のライブはただの音楽パフォーマンスではない。それは一つの感情のピークであり、音楽によって心がつながり、感動を共有する特別な瞬間だ。このハイパーバンドライブバージョンがテレビで生放送されるという知らせに、ファンたちはその期待感を隠せない。SNS の投稿には、楽しみですという言葉が次々と並び、 さらに、何も手につかない、早く見たい、というコメントも見受けられる。まさに、INZM の音楽が持つ魔法が、画面越しにでも彼らの心を捉えて離さないのだ。ライブ前の準備も万全。録画をセットし、リアルタイムで見る準備を整えたファンたちは、まるで遠足前夜の子供たちのように興奮し、待ちきれない気持ちでいっぱいだ。そんな中、あるファンは、 日付が変わってからずっとナンバーアンダーラインアイに包まれてると語り、彼らの音楽が日常の一部となっていることを示している。彼らの心には、INZM の音楽が日常の彩りとして存在し、いつも一緒にいるという安心感があるのだろう。この瞬間を待つ中で、ファンたちが使う、タグも重要な役割を果たす。ハッシュタグインツムライブやハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーライン CDTV といったハッシュタグを通じて、 ファン同士がつながり、同じ時間を共有している。こうしたデジタルコミュニケーションが、まるで一つの大きなファンコミュニティを形成しているかのようだ。彼らはリアルタイムでライブを楽しむだけでなく、その瞬間を SNS を通じて共有し、感動を分かち合う。ライブが進むにつれて、次々と感想が投稿され、熱気はさらに高まっていく。ライブが始まると、その期待感は一気に爆発する。 バンドの登場に息をのみ、最初の一音が鳴り響く瞬間、ファンたちの心は完全に引き込まれる。待ちに待ったこの瞬間がついに来た、という感情が、彼らの胸に強く響き渡る。ステージ上の INZM は圧倒的なパフォーマンスを披露し、その音楽の力がテレビ越しにも伝わる。彼らの演奏は単なる音楽ではなく、ファンとの対話の一部となり、一体感を生み出していく。 ファンたちの反応もまた、SNS を通じて瞬時に伝わり、やばい、かっこよすぎる感動で涙が出そうといった声が次々と寄せられる。まさに、音楽が持つ力を存分に感じさせる瞬間だ。このようなファンとの交流は、INZM が持つ独自の魅力の一つだろう。彼らは単に音楽を提供するだけでなく、その音楽を通じてファンと深くつながっている。ファンたちは、 INZM の音楽が自分たちの生活にどれほど影響を与えているかを知っており、その感謝の気持ちをこうした SNS の投稿やライブの視聴を通じて表現しているのだ。音楽は彼らにとって単なるエンターテインメントではなく、心の支えであり、日常の中での安らぎでもある。そのため、INZM のライブは、ファンたちにとって特別な意味を持つイベントなのだ。そして、ライブが進むにつれて、 ファンたちの興奮はますます高まる。まだ終わらないでほしいという気持ちが膨らみ、最後の曲が終わる瞬間には、感動と共に寂しさも感じられる。しかし、その余韻は長く続き、ファンたちはライブの感動を SNS 上で共有し続ける。彼らの中には、何度も録画を見返して、その瞬間を何度も楽しむ人もいるだろう。ライブが終わっても、その感動は続き。 INZM の音楽が彼らの心に深く刻まれる。音楽が持つ力、そしてその音楽を通じて生まれるファンとの絆。それこそが、INZM のライブが特別である理由なのだ。INZM のファンにとって、このハイパーバンドライブはただのライブではない。それは彼らが共に過ごし、共に成長してきた音楽との再会であり、音楽が持つ力を再確認する瞬間だ。ファンたちは、 その瞬間を大切にし、何度も繰り返し楽しむことで、さらに深い感動を味わう。音楽が彼らの日常を彩り、彼らの心に寄り添う存在であることは、こうしたライブイベントを通じてより強く感じられる。ファンたちにとって、INZM の音楽はただの趣味や娯楽ではなく、心の一部となっているのだ。ライブが終わった後も、その余韻は続く。SNS には、感動した、最高だった。 とといった感想が続々と投稿されライブの熱気は冷めやらない。ファン同士が感動を共有し、次のライブやイベントへの期待が膨らんでいく。INZM の音楽が持つ魅力は、単なる音楽の枠を超えて、ファンたちの心を動かし続けている。それは、彼らが音楽を通じて生み出す一体感、そしてその音楽が持つ力が、どれほど大きいかを示している。 音楽は言葉を超えて心に響くものだが、INZM の音楽はその力を最大限に引き出し、ファンたちに深い感動を与えている。ファンたちは、次のライブやイベントを楽しみに待ちながらも、このライブの余韻を大切にするだろう。彼らにとって、INZM の音楽は日常の中での特別な瞬間であり、その瞬間を何度も繰り返し楽しむことで、さらに深い感動を味わうことができる。 音楽が持つ力、そしてその音楽を通じて生まれるファンとの絆。それこそが INZM のライブが特別である理由なのだ。ライブ後の余韻が長く続くのは INZM の音楽が単なる音の連なりではなく、ファンの人生に溶け込んでいるからだ。彼らの楽曲一つ一つに込められたメッセージやエネルギーが日常の出来事に影響を与え、感情を動かしている。それは、 まるで生活のバックグラウンドミュージックのように常に流れ続け、時には励まし、時には癒しを与えてくれる。ファンたちはその感覚を無意識に感じ取っているからこそ、ライブの感動を繰り返しかみしめ、さらに深い結びつきを感じることができるのだ。例えば、あるファンは仕事で疲れ果てた夜、INZM の音楽を聴くことで元気を取り戻しているという。それは、彼らの音楽が持つメロディーやリズムだけでなく、 歌詞が持つ意味やメッセージが、彼女の心に寄り添い、再び前を向いて進む勇気を与えてくれるからだ。音楽は言葉を超えて感情に直接作用する力を持っており、特にライブでのパフォーマンスはその力を最大限に発揮する場だ。生の演奏や表情、ステージでの存在感が画面越しでもダイレクトに伝わり、ファンたちにとってその瞬間は他に変え難い特別な体験となる。さらに、 ライブ後に SNS で感想を共有し合うことも、ファンたちにとっては大切な儀式の一部だ。彼らは自分の感動や思いを言葉にし、同じ瞬間を共にした仲間たちとつながることで、その喜びをさらに大きくしている。ライブの感想を書き込むことで、自分が感じたことがリアルタイムで他の人々にも響いているという実感を得られるのだ。これが、現代のライブ体験の特徴でもあり、SNS を通じたコミュニケーションが、 ファン同士の絆を深める重要な手段となっている。ライブが終わった後も、ファンたちは INZM の新しい活動や次のイベントに向けて期待を高める。ハイパーバンドライブの余韻が冷めやらぬ中で、次にどんな驚きが待っているのか、彼らは SNS や公式発表を追いかけながらワクワクした気持ちを持ち続けている。INZM は常にファンを驚かせ、感動させる新たなチャレンジを続けているため、 彼らの次の動きが注目されるのは当然のことだ。彼らの音楽やライブは常に進化を続けており、その斬新なアプローチがファンを魅了し続ける理由の一つでもある。例えば、今回のハイパーバンドライブバージョンは、従来の INZM のパフォーマンスとは異なる要素が取り入れられており、ファンたちはその新しい音楽体験に驚きと感動を覚えた。通常のライブパフォーマンスと比べて、 バンドのエネルギッシュな演奏が強調され、音楽の深みがさらに増していたのだ。こうした新しい挑戦が INZM の魅力の一部であり、彼らは常にファンの期待を超えるパフォーマンスを提供している。また、INZM の音楽が持つ普遍的なテーマも、ファンたちに強い共感を呼び起こしている。彼らの楽曲には、愛、友情、挑戦、成長といったテーマが織り込まれており、 それらがファンの人生経験に重なることで、さらに深い意味を持つようになる。ライブの中でこれらのテーマが具現化され、ファンは音楽を通じて自分自身と向き合うことができるのだ。これは、INZM が単なるエンターテインメントを超えて、人生に寄り添う存在であることを証明している。そして、INZM のメンバーたちもまた、ファンとの強い絆を大切にしている。 彼らは音楽活動を通じてファンとコミュニケーションをとり、そのフィードバックを受けて自らのパフォーマンスをさらに高めている。ライブ後のコメントや感想を読み、次に向けてのヒントを得ているのだろう。こうした双方向の関係が INZM とファンの間に特別なつながりを生み出し、その結果として生まれるライブ体験がさらに感動的なものとなっている。ファンにとって INZM のライブは単なる音楽イベントではなく、 一つの感情のピークであり、人生の一部だ。そのため、ライブが終わった後も、その感動はずっと続き、日常の中で音楽が響き続ける。次のライブや新しい楽曲に向けての期待が高まる中、ファンたちはこれからも INZM と共に歩み続け、さらに多くの感動を共有していくだろう。彼らの音楽は、これからも多くの人々に寄り添い、心を動かし続けるに違いない。 INZM の未来は明るく、ファンたちはその未来を共に祝福し、期待を膨らませているのだ。